ゆうすけ的元気。はい、全国のゆうすけ的元気さん、こんにちは。ということで今日はこちら、7月11日パッパラーン。はい、ということで今日はそうです、ただの7月11日という、この7月11日という今日がね、何がいいかということなんですよ。そうなんです、7月11日というのはね、これなかなかね、いい日でございましてですね、まあ財布とか、皆さんね、下ろすとき春財布がいいとか、虎の日に下ろすとかいいんです。それがこういうのに、まあ、重なる、そういういい日、いい日が重なるときに財布を下ろすといいよとか、そういうね、まあ、 昔の方々は、とか風水とか、そういうのは縁起をね、弦を担ぐわけです。その中でこの7月11日というのはですね、いい日が重なってましてですね、一粒万倍日、これなかなか聞き慣れない言葉ですよ。一粒万倍日、新調するのに吉とされるね、まあ、一粒で万倍になってするね、万倍になる、一が万倍になるよっていうぐらいすごい日、いい日でございまして、でもう一つがね、転写日、これもまた良い日でございます。転写日、これもあんまり聞き慣れない、普段聞き慣れない言葉ですけども、暦の上で最大の大吉とされる転写日とか転写日と、そういうふうに言われています。ということで、まあすごいね、神が万物を許す日というぐらいこういい日でございますので、まあ、これと、本当は虎の日が重なる日がいいんですけども、今年は2016年ないらしいんです。でもこの2つがね、その2つ、一粒万倍日と転写日っていうのが重なるのがこの今日の7月11日なんです。だから私ですね、財布の方ですね、新調をするにあたりましてですね、まあ、この日がいいんじゃないかということで、虎の日にまず買いまして、購入しましてちょっとお金を入れて保管しとくんですね。ちょっと置いておく。でこの11日から使い出すということで、いいんじゃないかと、こういうふうに験を担ぐんじゃないかということで、まあそういうふうにね、暦を、今日は何がいいのかというか、まあ11日、まあこれをまあ見てしまってね、もう11日終わっちゃうんでね、これ見てる方ね、まあもうちょっと今度これからはですね、まあちょっといい日とか、そのまあ前もってね、分かることがあれば、どんどん公表、ここでね、言っていってもいいんじゃないかなと。今日はまあすごいいい日だったんだよっていうお話でございました。それでは皆さん、チャンネル登録、コメント、高評価、どんどんよろしくお願いしますね。この辺にチャンネル登録ポチッ、コメントパッ、そしてピョッ。はい、ゆうすけ的元気はチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、全て含めてゆうすけ的元気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。笑みを浮かべて遠くを眺め、並んで夕日ただ見つめてた。